現在40代前半の男性 K さんは、高校生の頃家族と高崎市郊外に住んでいた。当時の彼は陸上部に所属しており、大会によく出場していた。8月大会が行われる日のことである。午前4時ごろに起床した彼は、スパイクシューズをバッグに入れて出かける支度を済ませるとリビングへ向かった。まだ夜が明けきっておらず、外は薄暗い。家族は眠っていたが、母親が前夜のうちに朝食を用意してくれていたので、それを食べながら何気なくテレビをつけると、画面にモノクロの映像が映し出された。戦闘機が爆音を立てながら飛び交っている。続いて街が炎上する光景が映し出されると、世界中で何千何百万もの罪のない命が奪われと、男性の声でナレーションが入った。 K さんは戦争ものの悲惨な場面など見たくはなかった。これから試合に出るのに縁起が悪い気がしてチャンネルを変えようとした。ところがその前に場面が変わった。忽然とカラーの映像になる。古めかしい木造の建物が燃え上がっていた。建物の中から着物姿の人々が次々に逃げ出してくる。男は髷を、女は日本髪を結い上げている。洋装の者はいない。江戸時代の遊郭を思わせる光景であった。やがて赤を基調とした派手な色合いの着物を着た女が、だらしなく前をはだけさせた姿で炎の中から歩いてくる。遊女だろうか。口から血を垂らしながらニタニタと笑っていた。坊や、早くこっちへいらっしゃい。そう言った後、また口からどろりと血を吐き出す。なんだよこの女、俺に話しかけてるみてえじゃんか。 K さんは急に気味が悪くなってきてテレビを消した。この時はさほど気にせず朝食を済ませて家を出たのだが、大会が終わって夕方になり帰宅した。ふと早朝に見た女の不気味な笑顔を思い出す。朝やってたのは何の番組だったんだろう。バカに気味の悪い映像だったな。気になって新聞のテレビ欄を確認すると、それらしき番組名は載っていなかった。いや、当時はその時間帯に放送されている番組自体がなかった。